五枚笹は、小福帝はじめ門の縄門である。小福帝窓川来は、情報落語の名跡。当代は四代目。二代目、小福帝窓川来は、落語家。本名、松本豊か七。狂年不詳。天保、高化年間頃の生まれ、初代昇格の門人。初代小福帝鶴松。三代目たけ。二代目、小福帝昇格を経て、二代目。 小福亭窓川来を名乗り、後に、講男子となる。松橋を名乗っていた時期もあるらしい。元は、荒野の形置け職人で、仕事の合間に桃などの果物を売り歩いたため、落語家となった後も、桃屋と、あだなされる。また、夏祭りには、流しの庭かも演じていたという。舞踊の名手で、松尽くしの元祖は、この二代目昇格と伝える。初代文江が得意にした。 三十国に、し、初代昇格の作った船歌をおかみし、当時の評判を取ったという。一方では、講座を廃回ったり、役者のように目を向くなどの懸念があっとも言う。1876年頃には、東京で修行、帰還後は、東京の上品の話を目指したという。講談師になってからは、加賀騒動、成平文治などをお箱にしたと伝える。ありがとうございます。